で、ところで松田さんよ。安いだけでこうだの、ジグサー、どうやったんですか？そこなんだよ。俺がね、ちょっとジグサ乗ってきましたのでね、鍋谷峠の上まで行ってきたから、そのレポートを、ここに、動画を作り上げた。もう早くその、お味噌汁を、美味しいな。もうやろう。味噌が変わってんね。ほんまにか。松田雅彦です。鍋谷峠でね、ジグサー 150SF を、ちょっとST や GSR とかとね、乗り比べてみようかと思ったんですけども、通行止めにされておりました。このカラーコーンはですね、どうも、固定されてませんのでね、この幅を、ジグサーで通ってね、この先を行こうと思えば、ここ行けま、こういうことしませんのでね、もうしょうがないですから、もうここで諦めました。鍋谷峠の旧道に行けなくなってるというね、この悲しさ。残念ですね。この旧道は通れるようにしておいてほしいですね。ちょっとね、ワインディングをちょろちょろちょろっと走ってね、ちょっと感想を、行ってみたいと思います。インドで作った、スズキの、ジグサー、インドスズキの作った、ヒューエルインジェクションなんですよ。まあもう僕は今となってはもうキャブレターに戻れない男ですのでね、冬の寒い時でも一発スコーンとエンジンかかるというね、チョークを少しずつ戻す作業とか、まあ、ああいうのもはしょれることになったらですね、もう元には戻れないというね、ガソリンを腐らせないようにね、頑張りたいと思います。ジグサーね、空冷エンジンなんです。こういうふうに覗いてみても、前に、ラジエーターはございません。150cc、153cc か 4cc かの、空冷短気筒エンジンがついております。見えるかな、こんな感じで。なんかこの細かいこのフィンを見ると、これなんかジスペキ R7 班の、細かい揺れエンジンを思い出しますね、これね。で、タンクはですね、12リットル入りぐらいやったと思うんですけれども、この音でわかるように、実はこれは、プラスチックです。このプラスチックのカバーがついて、本ちゃんの、ここもプラスチックですね。本ちゃんのタンクは、でも中に入ってるようですね。どうもそのような感じです。というわけでね、プラスチックを使ったという、せいでしょうか、複雑な形に、なっております。このね、このえぐれと、この出っ張り、この辺がジグサーの特徴じゃないでしょうか。なかなかかっちょいい形してます。キーがね、こんな形してるんですけど、これきっとジグサーのタンクの形になってるんじゃないですか、これきっと。そんな気がしますね。このハンドルロックね、なんですけれども、なんと左にロック、右にロック、左右ロック可能というね、嬉しい仕様になっております。右に切ってもハンドルロック、ハンキーがかかるという、ね、素晴らしい仕様になっております。メーター見ましょうか。透かし刃が飛んできました。この透かし刃っていうやつはね、こいつは蜂に見えてね、蛾なんですね。なんていうやつでしょうね。ジクサみたいなやつですね。すごそうに見せて、実はというね。これがエンジン警告と、ABS ランプは、そちら、これ、光ってる、これでいいらしいです。で、走り出して、消えるとですね、これで ABS 生きてます。ABS がついてるんです。なかなか素晴らしいものでございますね。ABS 付きというね、現代の単車ですね。まだ84キロしか乗ってません。ガソリンを満タンにしてですね、どうでしょう、2時間ちょっと走ったんですけど、メモリが1メモリも減ってないというね、燃費がうかがい知れます。ヘッドライトもね、なかなかの明るい、いいやつがついてます。この辺もね、ウィンカーとかは別に LED とかはついてなくて、普通の豆電がついてます。ABS 見てみましょうか。ABS ってどないやって作ってや、
どうやってこう成立させてんかなと思ったら、どうもね、このね、ブレーキディスクのここにあるこの溝、この溝を、ここのなんかセンサーで見てるみたいですね、どうも。で、これがずーっとなんかこの、この ABS のなんかこう、ユニットが。で、この、ゴールドの、ブレーキがついております。バイブレ、バイブレンボっていう意味らしいですけどもね。非常によく効きます、ね。文句なしです。フルブレーキを試すほどね、走ってませんのでね、その威力はちょっといまいちわかりませんけれども、だいたいブレーキの実力っていうのはね、タイヤの実力というふうになりますんでね、タイヤをいいのに変えらないと、本当の威力は発揮できないかもしれません。この溝をどうも読んでて、で、なんかこう、ブレーキシステムのどっかに、なんか間にかましてるっていうふうにお兄ちゃん言ってたような気がします。ラジエーターがないから、すっからかんと。こんなところにエアスリット。ここにもね、なんかね、穴が開いてるんですけど、これは穴が開いてない。これは穴が開いてませんね。これデザイン的なもんなんでしょうか。デザイン的なもんですね、これね。ここから下級効果を得られるっていうような、そういうものはありません。そしてももこちゃんの、ももこちゃんが何遍言っても触覚だと言っているバックミラーがこのようについております。この位置がですね、車のドアミラーの位置と非常に同じようなところについてまして、で、ハンドルのかなり前についているということで、ちょっと、この、やっぱ触覚ですね、そういう意味じゃね。こいつでその前方を探りながら進むということで、渋滞路をね、スカーンと抜けるときには、こいつは畳んで走った方がいいです。それが確かですね。あるいは、ここに付け加えると、ちょっと、ご苦労さん。というわけで、鍋谷峠まで行けるということが、判明しましたので、私もちょっと、行ってみようかなと思います。鍋谷峠上がってこれました。もうトンネルが開通してからですね、誰もね、こう、なんつうの、葉っぱをね、こう跳ね飛ばすものが、いなくなりましたので、もう完全にもう、あと何年かしたら林道になるでしょう。ただいまの気温、18度、倒木のため、大阪方面無理やと、言いましたけど、さっきね、土木事務所のお兄ちゃんがね、ちょうど僕は降りてきてくれましたので、聞いてみるとですね、倒木はのけたということで、なんと、結局上がってこれましたよ。鍋谷峠。もうちょっと鍋谷峠を上がった感想をね、言ってみましょう。すべてはですね、このハンドルでした。ジクサーのね、反則的なところの一つに、このハンドルがどうも原因だったということが分かりました。このハンドルが、こんな普通の単車の、昔単車みたいなバーハンドルがついてるおかげでですね、このほとんどこの林道に、全面が落ち葉と、木の枝で覆われてるんですけれどもね、ここなんか見たら、よく分かると思うんですけれども、とんでもない状態になってたんですけども、何ら、怖いことなく上に上がってきました。一応うちにはですね、オートバイが、ね、今のところでも4台になってしまいましたけどね、GSR と ST とスーパーカブとでこのジクサー、この林道前としたところを上がってくるのに一番怖くないのは今まで ST だったんですけれども、こいつの方が、もしかしたら強いかもしれません。タイヤがサラヤっていうのもあるかもしれませんけれども、これをね、アップハンにして、これぐらい持ったアップハンにして、で、このスクリーンを、
立てて、ちょっとこれぐらいの高さにすると。それ GSR になってしまいますけれどもね。GSR150SF になってしまいますけども、それでもいいんじゃない、それでも十分いけますね。もうあるいは、アドベンチャーにしてしまうあのね、ことも、可能ですね。このエンジンと車体でしたらね。しませんけれども。それぐらいでした。このね、こんな感じでね、路面にね、こう、木が落ちてもね、平気だということはね。サリーガードはですね、林道を走るときにはあんまり役に立たなかったような気がしますけれども、これサリーガードなんです。これはね、インドではね、嫁をね、横乗りにして、サリー、インド着物ですね、それを巻き込まないようにこのガードがついているというね、こういうのは本当の僕の嬉しい装備なんですね。ね、あと、まあ、これ、2人乗りするのために、2人乗りのために非常にがっちりした、このタンデムの、グリップがついてます。泥除けもね、長大な泥除けがついてます。何でしょうね、こっからここまで全部泥除けですんでね、これは未舗装置を考えられた乙女だと言えるでしょう。嬉しいですね。サスペンションはね、これ悲しいんですけれども、まあ、ノーリンクなしです。これリアフェンダー、後ろの中のタイヤのフェンダーもついてますね。泥除けはだいぶ考えられてる感じです。意地でも後ろに泥を跳ね飛ばさないぞという、ね、感じがしますね。これでガードして、これでガードして。リンクのあるサスっていうのはね、ギシギシ言ったらグリスアップが大変ですのでね、まあ、これはこれでいいです。サスペンションはね、まあ、問題ないと思います。でも、ね、ちょっと恐ろしいのは、あれですね、野鳥の声が結構響いてきて、ちょっと、だんだん怖くなってきましたけども。まあ、非常に気に入っております。そうですね、時速、5000回転までで、全部できるという。5000回転、60キロちょっとで走るのでね、4500回転ぐらいで走ってるんですね。5000回転までで、公道で普通の道を走るならばですね、全部できます。全部できます。その上はね、ちょっとまだ慣らし運転なので、やってませんけれども、まあ、おそらくスコーンとは行かないでしょう。この下に振ったね、エンジンですので。最高速度はね、101キロまではね、試してみたんですけどね、僕じゃなくて、桃花城が試したみたいなんですけども、まあ、つまり、100キロ出るということが、もうすでに判明してるんですよ。もうそれだけで、もうグッドな情報じゃないでしょうか。まあ、これでね、価格がね、30万円を切ってるというね、もうすべてのことがね、いや、30万以下やねん、28万やってん。これで、すべて許されるというね。例えばね、ガッチャンチェンジなんですよ。ガッチャンチェンジなんですけど、これがそれ、この原因の一つじゃないですか。これ見たことありますね。普通大体ここはね、こう、なんかこう、足の、なんか、股関節、人間の股関節みたいなね、そんな、ジョイントになってるはずなんですけど、これは違いますね。これが、まあ、安いところですね。あと、タンデムステップなんかこうね、パイプでそのまま直付きでなってるとかね。まあ、丈夫でいいんですけれども。まあ、何よりこのセンタースタンド。このセンタースタンドがもう、珠玉にかっこ、ありがたいですね。ちょっと、かけてみましょうか。ちょっと、よいしょ。いや。もうね、車体の軽さがね、オートバイっていうのはセンタースタンドをかけてね、後ろがね、上がるとね、非常にかっこよく見えるんですけども、こいつもセンターかけると、かっちょいいですね。いい形してるな。カウルの中はね、スカスカというね、僕好みです。ここにね、ツーサイクル、
のね、エンジンが積んであってですね、40馬力ぐらいある、ね、あのちっちゃなツーサイクルエンジンが入ってたら、まあ、狂気乱舞っていうところなんでしょうけれども、これはね、もうあの環境のこととかね、あの騒音のこととかね、耐久性のことを考えると、もう今更ありえませんので、そういうことは言いません。鈴木のマークもね、ちょっとこの前にちょっとあります。アメタニ峠。GB クラブマンで、ここに来たのが、1980年代の終わりぐらいでしたでしょうか。僕はね、まだこんなことやってますね。同じこと。まあ、あの、細かい部品とかね、これ、レバーなんかはね、めちゃめちゃ安いんですよ、このレバー。もう、いつの時代のレバー使ってるんかっていうのはね、なんか安い、古い感じなんですけども、あの、一つ一つの部品をよーく見てみるとね、やっぱり安いんですね。なんかこう、それは感じます。しかし、28万円であると。新車で。何も言えなくなってしまいますね。で、実際ね、ガタガタでね、ガタガタで、そのガタガタバイクでね、走らない限りととんでもないというね。150cc、あの CBR のね、水冷のエンジンでしたけど、CBR150 っていうの乗ってましたけど、通勤用に。あれより、全然いいですね。もう物が違うというね。ロングストロークエンジンっていうか、こう、中低速を考えたロングストロークエンジンっていうことが、あの、結局乗ってて気色いいという、普段使いに一番気色いいというね、そういう結論に、なんか達するなぁ。あと本当はこれね、箱、巨大なね、あの、箱をコックアップつけたいところなんですけども。と、ここでですね、動画が突然、途切れるんですけども、これはまあ充電をちゃんとしてなかったので、ここでまあ電池が切れたっていうことですね。僕はこの後鍋谷峠の頂上から一気に下界まで、あのジクサー150で下り降りるんですけれども、この時の気色良さたるやね、たるものや、とんでもないものがありまして、今まで僕はあのヤマハの SDR、 これがあの下りでピューッと降りていくのは一番あの気持ちいいオートバイかなと思ってたんですけど、もしかしたらこっちの方がいいかもしれません。ね、その理由はですね、SDR よりあのかっちりしたこの足回りと、まあ、後ろのタイヤが原因やと思います。そしてですね、このね、ハンドル、このレプリカ前とした、このスタイルにですね、ちょっと腰高ですけども、ここにあのバーハンがついてるというね、あのこういうこうオートバイの作り方っていうのは、これちょっと反則技的なんかこうあれを感じましたね。路面が悪くても何してもあの平気であると、タイとツイスティーな道路でも平気であるという、楽ちんができるというね。エンジンの力っていうのはそんなね、あの強烈なものはないんですけど、このオートバイ。でも実際の普通に走るので、おっせえなーとか思った瞬間はゼロです。であと、峠道をこう下っていくところに関しては、下り道に関しては全くゼロです。これぐらいのがいいかもしれない。降りていく途中に僕はね、あの笑い顔がね、あのずっと笑いながら降りてきたんですけども、これ GSR より早いです。申し訳ないですけど、下り道に関してはこっちの方が絶対に早く降りれます。気色よく、それを家に帰ってですね、あのこう素晴らしかったと言って帰ったら、話したらですね、某女子がですね、あんたそれ空で降りてるからやん、空で走ってるからやんっていうふうにね、冷たくスパッと言われたんですけど、確かに僕は GSR で走ってる時はいつもキャンプ道具満載で走っていると、その分は確かに割引かなければならないかもしれません。もしかしたら、これに乗ってですね、ビュンビュン、もうガンガン走ってですね、で、オートバイがちょっとこう、オートバイに慣れて上手になって、そこからですね、なんかこういう形をした、もうちょっとあの強烈な、エンジンパワーのあるオートバイに乗るっていう手は、これはあるんじゃないかなと、ありなんじゃないかなと、そう感じさせてくれるジクサー150でした。俺が欲しい。これ買おうかな。それぐらいの機嫌良さ。ただ問題は、高速道路が多分引っかかってくる可能性はありますけど、まあそれもまあ、
いずれどっかで試すかもしれません。いいオートバイです。